21時56分発、高槻から快速姫路方面上郡行きは3番乗り場から発車します。電車は10両で到着します。まもなく3番乗り場に21時56分発普通姫路方面行きは3番乗り場から発車します。電車は7両で到着します。まもなく3番乗り場に22時46分発普通甲子園口行きが7両で参ります。長岡京です。お忘れ物のないように。
から発車します。電車は12両で到着します。23時42分発普通京都方面米原行きは2番乗り場から発車します。電車は10両で到着します。Yeah.
場から発車します。電車は7両で到着します。まもなく3番乗り場に0時5分発普通大阪行きが7両で参ります。電車は7両で到着します。まもなく3番乗り場に0時25分発普通大阪行きが7両で参ります。Thank you.
0時39分発普通高槻行きは3番乗り場から発車します。電車は7分です。まもなく3番乗り場に0時39分発普通高槻行きが7両で参ります。本日の JR 京都線最終電車となります。0時53分発普通京都行きは2番乗り場から発車します。電車は7両で到着します。本日の JR 京都線最終電車となります。まもなく2番乗り場に0時53分発普通京都行きが7両で参ります。本日の JR 京都線最終電車となります。ドアが閉まります。ご注意ください。